きます。準備大丈夫ですか？はい、大丈夫です。あんま大丈夫じゃないですけど大丈夫です。はい、いきます。初見です。初見です。うん、はい。うん、うん、え、4人ですよね。え、何これ何これ。いや、多分コネンじゃないかな。え、何これ、びっくりした。何、あの、ちゃんとあ、まだこっち出てねえや。申請、うん、申請中になってる。申請中。あ、来た来た来た。なんかね、最近ちょっとね、あの、こう時差があるんだよね。もう申請したのに借金って言わないから、私間違って8人コンテンツ申請しちゃったかと思った。やめて。もしくは8人コンテンツだったこれみたいな。やめても、いろいろなんか覚えることいっぱいすぎて、ね、精神的に疲れてるから今。最近人多いんでこんなっすよ。押しても何にも反応しないですから。うん、そうなんですね。で、毎日順番待ちですもんね、ログインするとき。ああ、そうですね。おー、一緒にね、出しててもね、あの、量だけマークついてるのよ、私。あれ、全然何もついてなかったりとか。なんすか。そっか、ママさん、ちっちゃいの、ちっちゃい方でもう会話してるんだ。そうだよ、ま、だってママさんだよ、うん、そうだね。すげえ。トモくん手つけてないんだけど、まだ。そっと見守ってましたけど、あーあーあー、ママさんもう進めてらっしゃるって思って見てました。あー、もうクリアしてらっしゃる。筋肉さん、ようやく石ガールド行ったんですけど。はい、早く行ってください。どっちやる？どっちやる？あ、どっちやる？私やる？私やろうか。やります。じゃあ珍しく、はい。あれ、ここシルクスなの？シルクスツイニングですね。シルクスですね。だから、あと階段登ってきましたもんね。そうですね。やっほーい。どうすればいいんだ、タグを取らないって。まあ、普通にやる、なんかすればいいのか。ああ、あの、入ってなければ、入ってなければ。うん、はい。取れないです、大丈夫です。いや、もうなんかガンブレをすでに忘れてるんですけど。どうして？覚えることがいっぱいすぎて。そっか、仕方ない、ね。今僕だから、ある意味新人ですから。そっか。仕事的に。なんか音楽がやっぱりかっこいいですね。かっこいい、今回はかっこいいわ。かっこいいよね。ここ入ると大体最初の人は言うよね。かっけーって。すごいなー、でもすごい今回気合い入ってる。今回ちょっと久々ですね。なんかこれはやばいっすわ。朝時間があったっていうのはありますけど、久々にゲームで寝不足になりましたね。同じく遅くまで頑張ってたもんね、なんかね。なんかもう、なんだったら現在進行形で眠いですからね。俺眠くはないんだけど、眠くはないんだけど、明日2時15分に起きなきゃいけないんで、ちょっと怖いところ。あれ、ないこれないこれ。なんだこれ、どこだ。次どこ、あ、こっちこっちか。あ、へぇ、うひょー。タンクさん、早く行って。行ってるじゃん。すいません。ゆっくり早いよ、私。普通に怒られた。おお、なんか崩れてる。なんとなく見覚えある。飛んでった。しゃべれない。なんかな、ね、もうスキルが分かんない。私だってあれだよ。これじゃマスラにかければいいのか。基本的に余裕はない。ああもうなんかない。ああもうないない。ないって何がない。バフがない。あれもしかして止めてくれたよっけさん。いや、何もしないです。あれ。あ、俺がスイングだかなんか止めました。さすがです。よく我々の余裕のなさ分かってらっしゃる。しょうがないですよ。止めるっていう役目を運営側パンクとレンジに任せたんですから。すごい、ついにバフ買って貼ってくれてる。あ、なんか割れてる。じゃあ俺もバフを貼ろう、これ。 あ、なんだ、ちょっと。この2体の時すっごい迷っちゃうんですけど、あの、なんか範囲攻撃しようか単体攻撃しようか、すげえ迷う。好きにしていいのよ。いや、だから、それを迷う。とりあえず迷ってる間に攻撃してくれたら、それでいいよ。とりあえずボタンを押してる。うん、とりあえずボタンを押してくれたらいい。どうすかなと思いながらボタンを押してる。迷ってこう、ボタンをこう、止めてる状態じゃダメですよ。なんかこう、うん、そうよね。そうよ。うん、大変なゲームだね。壊れたよ。何やってんの？壊れたことを認識しといてください、とりあえず。あ、なるほど、なるほど、なるほど。続きは言わないです。私とユッケがタンクしかできないばっかりに、ちょっと、このパーティー DPS が。大丈夫。大丈夫、大丈夫。頑張ります。頑張ります。お願いします。
なんかもういろいろ使いたいものを使ってない。ん？入ればいいのかな、これ。入っていいの？あ、違うの？そう、大体ね、入るんですよね。入るんですよね。なんか待機してますな。行きまーす。はい。はい。はい。マックスアンガーマックスかと思った。何アンガーマックス。え、冒険者招待が使うリミット。そんなのもあったね。アンガーマックス使うときわざわざあれ音声作ったんだから自分。ああ。シェイクアップ。なんか立ち上がったよ。なになに、見えないんだけど立ち上がられると。あ、なんかこっちもいた。あ、なんかついた、なんかついた。あ、1、2、3。あー、なるほど、はいはいはい。ばらけていてねってだけだよね。あ、あー、おわれます。あ、ゆきさんちょうどいいからなと。あ、取りますか。わかりました。取ります。取らせていただきます。そういうことか。そういうことなんですね。なんかゆきさんついてるね。あれ、これも割れる、もしかして。割れます。あー、危ない。あ、もう終わった。あ、いて。あー、こういうことね。はいはいはい。リプレイさん俺もあるんだよな。あ、そっか。頭ありいいね。あのタンクさえいるから。何これ。あ、そっち行かんほうがいいんじゃない。なんかあの、ええ、いい、これ、うん、これでどんどんこう。どうしたらいい。ゆきさん攻撃できないね、これね。入り口持ってくればいいんじゃない。入り口持ってくる。あ、そうする。で、端っこ寄せたらまただってバーンって割るんでしょ、きっと。そっかそっか。ちょっとなんで来ないの、あの人。今迷ってんじゃない、どうすか。ちょっとね、同じ場所にいると危険だよ。いっぱい食らっちゃうから。あ、ほっと。いって。あ、来た。来ない。あ、やべ。吠えたよ。あ、大丈夫。吠えて終われない。何これ。これじゃあ、こう当てないようにギリギリでかわせばいいのか。この、こういう敵嫌い。あ、頭割り。はい。もう一回来るんだ。この辺で食らえばいいかな。じゃあ。うわっ。あ、私の技でした。すいません。あ、そうなんですね。攻撃かと思っちゃった。ね、思うよね。ごめんね。まあ、それにちょっとね、バフを撒いてあげたいんだけど。あ、なんか来てますよ。なんか来てますね。なんか来てますね。俺2番。この辺だったら大丈夫かな、食らわないかな。あ、割れないね。よし。あっ。いこ、はぁ、お仕事。あ、いい、いける？やばい。お、あ、ここもう壊れてからいいか。なるほど、そうね。なんせ余裕がない私たち。あの、こっちのリミットブレイクで、あのフラスコみたいなの壊せないんですかね。え、むしろ壊しちゃうの。あえて壊していくっていう。よーし。なんだこの連続頭割り、ひどい。あれ、アーモロート。あれ、同じの出るんだ。はあ、そういう。はあ、そういうことですか。タンク出ない。いないね。フランボルグ、なんか気持ち悪いね、これね。なんか今一人お出かけしてたね。
お出かけしたい気分だと、うん、なんか真帆さんの方にお出かけしてた最近あの3連休らしいから。あ、そう、あ、3連休ですよえってよくよく考えたら、じゃあ真帆さん明日も休みなんじゃない。うん、真帆さん、あ、そうだ、休みついた。あ、明日でもよかったんじゃない。おっと、マサルさん忘れてたでござるそっか、マサルさん、もう9時半ごめんって忘れてた、そうだ、さっき普通にあ、今日行かなきゃダメじゃんとかって言いましたね。言いましたわ。そろそろ 寝ようかなみたいな話をしてたらね、そういう話になっちゃった、うん、大変お騒がせしております。お騒がせしておりますあれ、まあ、今日あったでここ来たってことは明日また違うとこ行けるってことじゃないですか。いいことじゃないですか。おお、なるほど。もう一個あったような気がするんですよね。 あれってここやっぱ終わんないと、うん、いきなりも行けるんじゃないかな。じゃあそしたら明日ああ、なるほどなるほど、そういう流れがそしたら終わったら行けるっていう流れも、あ、完璧じゃないですか。でも計画性が恐ろしい。でも明日は僕結構大丈夫なんで、火曜日多分確か新聞ないような気がしたんで、ちょっとまあユッケのためにじゃあ早めにクリアしましょうか。はい、すいませんそっか、忘れてた忘れてたね。なんかバタバタしててなんかね、自分が休みなことはちゃんと分かってたんだけど俺それすらさっき忘れてすごいショックを受けてたんですよ。いや明日も辛いねって言われて、私休みだけどねって言ってユッケがすごい裏切られたような顔されたんですよねいや言ったよねみたいな連休始まる前に言ったよねって、明日終わる時間普通でしょって言ったら、え、私休みって言われて、あのね、ガチで、うん、なんか演技とかじゃなくてガチで僕は両膝をつきました、ガクンってえってはっ、なんか今日様子がおかしいなと思ってたんですよ。面白い、スースーさしてたんですけど、そっちの部屋で倒れ込んでたよね俺ね。マジかーっつって、この人勘違いしてねえかなって休みって、いやでも勘違いしたのはユッケだけじゃなかったっていうね。そうね、うん、そうですね、自分が休みなのは分かってたけどっていう世間も休みなのは忘れてた私。こうか、いやこれちょっといろいろパレットいじんなきゃダメだな。でもカズさん明日仕事ですもんね。私は明日休みです。あ、お休み。仕事でした。そうだ。俺だけ？うん。せやで。そういうこともあるね。マジか。ユッケのために急ぐ。なんだろう、なんか寂しいですね。寂しい。あの特に黙ってたとかじゃない。ちゃんと報告はしてるんだけど。そっか、意地悪して黙ってたわけじゃないし、あ、ちょっと会社どっちでもないんですけど、会社行ったら誰かにちょっと言うわ。あ、そう、休みだと思ってたら、なんか今日仕事僕だけみたいなんですよ僕たちみんな仲間ですよねって会社の人に言うとりあえず後でゆっくり読むようにこうスクショを撮ってあ、でもなんか並べて続けて流し読みはしました、流し読みはまあそうだった、動画撮ってるから見直せる、見直せます なんとなく流し読みはしたから大丈夫。あ、向こうにも 4.5 がある。おっと、パッチ 4.5 ってこと。あ、違うなていうかさっきあの裁縫紙マニピュレーション2が使えなくてなんでだろうと思ったら、クラス K やってなかったんですよ60から。あ、毎回そのパターンやんかそろそろ学習して全然ジョブクエは終わらすものですよ。あ、間違った、クラスクエ、あ、おっ、これだ、全然だから、うん、まあね、ゆきさん時間なかったから仕方ないね。マクロ組んでんのなんで動かねえねえ、バグってんじゃねえと思ってレベル65になってるぞと思ったら、あれ、もしかしてこれクラスクエですかだってね、そう、なんか確かに何で覚えんのっていう、クラフターは全部レベル上がったら覚えるんじゃないのみたいなところはあるよね。やられましたな、やられましたな。宝箱、あ、ディフェンダーリングだって2位だ、勝負だ2位だ、負けるなこれ、
やったおめでとう。これ装備比較多分絶対強くなる。ああ絶対強くなる強くなる。なんだこいつ。早速装備しよう。あれあんまりチェストの空きがないからダメでした、ごめんなさい。はい、ちょっと待って、ちょ、お待ちください。早くして。待って。あなたの寝る時間が減ってくよ。装備してないのどれだどれだどれだ。それ一番上から真ん中のやつ。これこれじゃないの。レイクランド、ほい。で、これを装備すれば、あ、え、これで、うん、これで、もう一回再強すれば、はい、ちょっと強くなった。はい、はい、じゃあ行きます。熱い。無駄に急いでるから。ん？なんだ？なんか、今マホさん引かなかった？え、わかんない。サンダービーン。あ、すげえバフかけてくれてる。ありがとうございます。おかげで無事です。あ、自分のバフ入れます。なんだ？とりあえずマサラにバフ入れとか。これなんかバーンバーンなんじゃない？はあ。なるほど。対して大丈夫だったね。いや、ゆきさん、これ前半は超えさせてくれるけどってやつだよ。おお後半になったらもうなんかすごいコラってなるやつだよ、きっと。コラってなるやつ、うん、コラ何してくれとんじゃってなるやつ。ありがたい。ああ自分にオーロラかけちゃったさよか、かかってるね、確かに。あなにこれ、これはもう割れるもんないですよね。端っこです。割れるもんないね。ああの玉が現れるかと思ったら違った。うん、鋭いねんもし後でもし後で何かがコラってなるやつだ、きっと。あ、さっきのところ出てんじゃん。あ、違うか、そんなことない。おー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 、ちょ待って、ゆきさん、入ってください。痛かったあの1個じゃ死なないから大丈夫。なるほど。あの食っちゃってるとか、外の方行くと外の玉の方また食らっちゃうんだよ。うん、ああなるほど。とても痛いになっちゃうね。なんかそう、ユッケなんだからバフデバフついてないもんな。タンクだからいけっかなと思ってああそういうこと。はあ、どういうこと。え、あの自分がいた位置に現れた。あなんということでしょう。いやちょっとこれ位置いる位置失敗したらちょっと積むやつあーやっちまった。あーバフか、バフ入れてなかった。バフ復活するの。はい、あざす。何しようとしたんだっけ。わかんないユッケじゃないからわかんないな。あーこれ、あーあれ、そんなことなかった、もしかして。これあ、ごくおー大丈夫、死なない。はい、バフかける。ダークミショナリー。え、なんでそんななまってんの。いや、読めダークミッショナリーじゃない。ミショナリー、ミッショナリー。どうしよう。いや、マジか、ちょっとこれすごい、あそこめっちゃ密集してた。あら、バフ遅かったおいい感じじゃないですか。もう 9% まで10% 切ってた。ナイスです、ナイスです。暑い、熱くなってきた。お腹痛くなってきた。マジで。よーし。ほほう。レンジャーとアタッカーだって。なんかでもこう、もう今ってタンクとアタッカーのアクセって STR とバイタリティ大して変わんなくないですか。いや、でも、あれじゃないですかね。装備できない。つけれないんじゃないですか。あ、なにこれ、なんで、みんないないよ。のんびりしてるからでしょ。あ、そういうこと。
動いて。あ、そういうことか。行きますよ。画面を違うとこ見てた。ダメだ、寝てんのかな、これ。ごめんね。いや、ね、眠くはないんですけど。眠気ないよ。眠気はないんですけど。それに関しては全面的に私が悪いよ。いやいやいや。すっかり忘れてたもの。世間が祝日だってことは。いや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 、なんかそれはそう、なんか自らね、あなたの方から言われるとちょっと心が痛いよね。もうだって前々日ぐらいにちゃんと確認してるからね。お休みですかって。いつもなんかこうマソラが何々言うからって言って私のせいかよっていう流れを想定してた。うん、いつまでもそんなに醜い争いしてるしてたらね、ダメだからね。はい。学習しないと。あ、そうっすか。何いいこと言ってるのに気づいたらすごいすごい守られてるから。守られたんか。守られたんか。守られ系だく。なんだそれ。そうしてるうちに私のバフもちょっと回復してるみたいなね。じゃあこの劣化リジェネを投げてあげよう。ありがとう。守られ系じゃなくて、でもそれを介護系というのではないんだろうか。まあまあまあ、語彙力。語彙力。すげえな。この転送装置みたいなの欲しいな。ね、ちょっといいよね。うん、これだったら配達楽。あ、リアルに欲しいの。そう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 。なんかドイツ使っとこうか。うっか。え？ドイツだ。あ、違う、ダメだ。あ、でもなんか真ん中今ない。開いてたね。マジか。ちょっと。いや、いいね。初見、いいね。あ、まだまだ開いてる、開いてる、開いてる。じゃあ、我々も、この後、他の皆さんに同じことやればいいわけですね。ニヤニヤしてればいいわけですね。大丈夫ですね。何も言わないで、普通に、しねってやっても大丈夫。ありがたいっす。でも相手がタンクの方がより動揺具合が分かっていいんじゃないかなっていう気はしますよね。メガマデリジャだって。ああ、そらそら、わーい、よっこいせ。意外と長いな、これ。長いね。長いね。ちょ、10時に終わるかなと思ったら終わらないね。大丈夫です。栄養ドリンク飲む。あー、ごめんな。ちょっと真ん中空いてるけど、真ん中が結構空いてる。なんだこいつ。安心してください、空いてますよ。安心してください、空いてますよ。まさしく。今とこなんか編集かけとこ。使うことが確定した感じだね。なんだろうな、ガンブレイクこの玉みたいなの溜まってんのを忘れちゃうんだよ、ね、お、ムビが入りましたな。これガンブレイクだけなんで溜まった時ジュイーンって言わないんですかね。あ、そうなんだ。言ってほしいのよ。あ、おっと、うわ、お、あ、聞いたことある音楽流れてる。うわ、何、え、何これ。クリスタルタワーの、クリスタルタワーなんでこいついいの。タイクーンだって。何？ファイナルファンタジー5のお城の名前でタイクーンって。レナとかいたとこ。うん、ごめん、やってないか。でね、ファリスっていう海賊が仲間なんだけど、実はそれレナのお姉ちゃんだったりする。あー、なるほど。なんか手に入ってる。アタッカーイヤリングですか。アタッカー、あ、漏れちゃった。どっち。え、どっち、こっち？こっちか。こっちじゃないか。お二人についていけば大丈夫。そうね。わ、すげえ、ここめっちゃ。何こいつ。まあかかってる曲からいろいろ足してもらえれば。4人ですごくいいところで申し訳ないですけど、ちょっとトイレ行っていいですか。あ、だってすごい、ちょっとさっきから我慢してた。ギミックもね、なんかどっかで見たことあるようなのちょっと強化版が、ね、しかも左側になんかあいついません。でかいの、あれ、なんかフィックスかウェッジかなんか。ますね、いますね、はい。何してんすかね、あそこで。急
休暇を。いろいろでもいろいろ見えてますよ。マジですか。あ、なんかでも道があるんだ。あ、三つ親の記憶的なのじゃないかな。へえ。あ、天井綺麗。すげえ、天井グリングリンしてる。へえ。お、なんだこれ、赤い。はあ。あ、誰かいる。なんだ、誰だあいつ。あの後ろ姿が分かんない。あ、ここにも誰かいる。あ、なんか出た、なんか出た、なんか出た。あ、チブ。すげえすげえすげえ、なんかいっぱいいる。え、あ、そ、ここまだたけられないですよね。あの、あそこの後ろ姿、あの、マボさんに見えるんですけど。大変お待たせいたしました。戻りました。おかえり。ただいま。すごい、なんかいろんな人いるよ、この奥に。あ、なんか本当だ。あ、でもよく見えない。うん、見ようとしたら多分たげられる。そうだね。なんと、あ、じゃあ準備よろしいでしょうか。はい、いきますよ。お、はい、派出た。いきまーす。めっちゃ歩きじゃん。歩きっすね。ん、ない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 、クロスレーザーって。おっ、え、なになに、時間停止。え、え、なになになに、どうすればいいのこれ。全然時間停止してねえよ。え、時間停止したこれ、なんか意味ある。アクティブレーザー、あっち光ってるからこっち大丈夫なんじゃない。こっち行けばいい。お、え、いや、だからなんで時間停止するの。これ動けるよ。うん、いや、みんな動いてると思うよ。あ、なんかさ、あの、この向こう側の人がなんか止まってるんじゃない。うえ、お、あ、ああ、さし。え、ちょっと待って、ちょっと待って、影、うしです。うお、敵がデカすぎて見えない。うん、うん、あの、みんなが見えない、私は。もうなんか何、どうしたらいいの。窓、なんとか。でもまた時間停止するんでしょ。これ後でここの方向からビャーン飛んでくんじゃないの。そういうことだろうね。え、でもちょっとこのボスでかくてよく見えない。え、なんで止めてくれるん。止めたい気分なんじゃない。親切なの。あれ、にぃ、うわぁ、なんか無駄にバフ張っちゃって、多分後半困ることになりそう。クロスレーザーってことはこっち、こういうことかな。あれあれ、大丈夫かな、私これ。あ、てか今かわさなくてもいいのか。そうなの。だって今止まってるんじゃない。止まってるね。で、ドーンってくるんでしょ、きっと。うん、多分。なんか出たよ。ちょっと待って、あー、痛い、あー、ごめんなさい。あれ、はい、一人で倒して、はい。っすね、バーンって止まってしって言って出てるやつにもう触れてもダメだし、出てくるときに触れてもダメだ。あ、両方ダメなんですね。たまたま我々ちゃんと避けれてただけっていう。私今倒すんで、ちょっと待ってください。うん、頑張って。 55% でしょ、うん、いける、余裕。一気に今1万4000とかしかないけど大丈夫。あ、もう今ね、回復、あー、ハイポーションしかないわ。はい、戻ります。それなんで、はい、あの、真ん中に固定してると比較的楽になるかと思います。なるほど、真ん中か。マホさん、そういえば、トメラの村
のララフェルのお家は。あ、入りました、入りました。いや、いいなぁ。いいなぁ。すごい、かわいい、あったっすよ。ね、家具がね。入れるんだ。ちょっとね、トモ君をね、進めるときはね、ゲイスを使おうかと思ってるんですよね。いや、でも、あれ、入ってみたいと思いますよ、絶対。あれ、パーティー組んだ状態。ね、あ、パーティーだっけ、うん、パーティー組んだ状態で、マモさんに入ってもらって、グループポーズしてタゲマモさんにすればいいね。あー、なるほど。中見れるっていう。なるほど。あ、そうか、自分が入らなくても見れるか。多分。じゃあ、まだ行ってないから詳しいことは何となく思っただけ。うん、明日ちょっとお時間あったらお願いします。軽症軽症軽症増えたね。はい、時間もないので行きますよ。はい、ドワーフの家覗いてみた。覗いて、あ、待って真ん中、真ん中。ああ、はい、そこで裏側見てもらえれば大丈夫です。はい、なるほど。あ、ここに、この間に入っちゃダメなんですね。この出てるのも確かぶつかってもダメなんで、ぶつかっちゃうとダメ、飛び出てくるのにぶつかってもダメなんですよ。うまく避けないと。これほら、この外側から来るじゃないですか。あ、あそこに来るんだ。この辺来るんだ。当たったね。当たったね。アレキサンダーの影にいれば大丈夫かなって。アレキサンダーじゃねえや、なんだっけ。タイクーン。タイクーン。これきつい、えぐい。なんか徐々にちょっと前出てきちゃった。どうしよう。なんで動かせるときに動かしちゃっていいですよ。はい。今いける今いける、うんうん、ちょっと一回後ろ向きますよね。はい、おー、こっちか。あそこ、こうだから、うん、この辺なら、この辺大丈夫かな。こうかな。のそんな細かく移動してこなくていいんだよ、君。おっか。え、これダメかな、行けかな。うおー、こわ、びっくりした。若干夢中になりましたね、今。え？ビエラが、君が、俺が、ミケがだとダメでしょ。明日これ仕事中痛いよ。マジか。どうしたのって言われたら、いや、ちょっと昨日ゲームしててって言うから、うわー、ここ来るな。あ、くえクロス。あ、じゃいいんだ。この間にいれば大丈夫でしょうね。わ、なんかもわもわ出てるんじゃない、これ。もわ出てる、やめて。ここは多分大丈夫だ。ほら、あ、ギリギリ大丈夫だったね。ちょっと移動しますね。なにこいつ、小刻みに移動してきやがって。徐々に近づいてくる。徐々に近づいてくる。あ、これだけ溜まってる。これは、あ、こっちね、はいはいはい。これはどうなってるの？ここなんだ。あ、ここやばい、やばいところ。ここやばいな。こっち行こう。クロスレーザーも来る。じゃあここだ。何？うわ、狭。狭いっすよね。何これ。まだ動かないのこれ。ちょっと早く。攻撃側のピューンしかできないんだけど。これ以上こっち来ないで、あなた。これは埋まるようにすればいけるかな。これ以上小刻みに来ないかな。今度何？あ、間違ってバック耐えちゃった。こういうことかな。あ、うわ、ここも来るっすか。ちょっと、マジか、えぐい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 。これダメっすかね。これやばいな。ここじゃないですか、ちょっと、ここはいける。ここならいける。とりあえず、まあこれは、しゃあないっすな。これ二人で来るっすかね。やったー。あれ一発くれてんな。
ソイルがずっと溜まりっぱなんだけど、間違ってスプリットしちゃった。スキル回しがどうのこうの言ってらんないもん。なんだなんか光ってるぞ。ちょっと待って、これどういうこと？ここ？ここから？こうだからこっちは安全なんだけど、クロスレーザーが。ちょっと待って。じゃあここだ。ひどいよ。あ、やべ、来ちゃった。当たっちゃった。この辺から。はい、あ、あでここやばいな。ここあこれでギリかな。ありがとうございます。一応バカっとくわ。なんかあーマボさん。ああちょっと逃げ場が。いいバフ焚いたのに。あそっかデバフもたっぷりついてるからな。たっぷりスイッチしようか。スイッチした方がいいかもね。なんかでもこれ3方向切って、3方向切ってこの辺か。こっち安全だね。私またもうなんか追い詰められてるんだけど。あユキ危ないかも。ちょっと2人でくら動かなくていいと思うよそれ。そうもうなあ、じゃあ俺動く。あユキ取って、竹取って、真ん中。そう俺が殺したないもんな。いや。仕方ないんだよ。あー、逃げた。あなんか向き変だけど。あー。一回1になろう。死ぬ前にとりあえず攻撃だけしよう。戻ってこないよな。あふえ。あマジで？あえい。あいつ出せば倒してくれるんじゃない？あと1パーだよでも。うっけー。ゾンビ状態で。あいつ出す。頼む1パー削ってくれ。今出てきた。今出てきたよ。もっとやれ。あ生まれてすぐお亡くなりになった。悔しい。 0.1% までいったのに。くそー、 0.1% くらいおまけしてくれてもいいのに。 0.1% あとくそ、あと一撃。俺今ね、あの拍手する準備してた。マボさん行ったみたいな。さすがに HP がなくて普通にボコって一発で死にました。あいつ出す。頼む、一発削ってくれ。今出てきた。今出てきたよ。もっとやれ。生まれてすぐお亡くなりになった。ですよね。いやー、パーティーバフが回復してたら。これ、そう。これ今これなんかナイトだったら。いやそれは言わない約束だよ、ユッケさん。やクレメンチ欲しいな。次ナイトあげようかな。いやいや、好きなのあげなさいよ。裁縫あげちゃってるけど。このビエラかっこよくない？かっこいいね。ガンブレイドをこう持って。そんなこと言ったら暗黒だってかっこいいよ。暗黒だけ今飛んでたけど。足なんかウェーッてバタバタして飛んでたけど。しょうがないでしょ、そこは多めに見てよ。走りにくそうだもん、暗黒騎士。確かにね、剣重いからね。ガンブレイがちょっとほらもう数えちゃってるから。肩こってすごいから。スプリントのやつの方がかっこいい。ほらかっこいい。はい、何さ。ムカつくわ、反応薄くなるの。ムカつくわ。でもこれ並んで走ってたら明らかに暗黒騎士の方がかっこいいよね。だってでしょ、暗黒騎士って感じじゃん、うん、横にいるガンブレイが普段着だもん。普段着だね。ちょっとスーパー買い物行きますみたいな。どう、あのもしこう、はい、逃げるときにあの真ん中から移動しちゃって次真ん中に戻すときにあの向き変えなくてもいいですよ。戻した方向にマサダさん行ってくれる。あ、分かりました。はい、ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、はい。あ、おう、ちょっと初回は後ろ向けますね。はい、
かしこまりました。なんかこう無駄にでも攻撃が分かったからこう無駄にバフを使うことがなくなったかも。とりあえずね、あの今すごい思ったことはね、はい、こいつ 6.0 になったら覚えとけよ。ゆきさんそれ毎回言ってる。あ、なんかあそこ。ここ、この辺かな。こ、ちょっとマボさんいるからこっち来るわ。うん、それは間違いないね。カズキさんとマボさんと近くに。うん。うわ。間違いないやつなんだけど、でも。やべ、おろ。あった。人が密集することによってこう起こる悲劇もあるから気をつけなはれやっていう。そうかそうかそうか。大丈夫？そう、真ん中来る。そうね。もうちょっと耐えられるかな。このレーザーの時がやっぱりちょっとこう調整せざるを得ないというか、なんというか。あれ、これ私大丈夫？この位置大丈夫かしら。それが分からん。分かんないね。おいて。ちょっと位置直します。はい。そうか、近接がいない。なんか汗かいてきましたね。うん、時間差が結構怖いもんね。来たよ。おお、おお、おお、よし。おお、もうやだこの人。人ではないけど。多分人じゃない。あそこ3方向来るのか。うお、変かな。え、ちょ、これダメじゃね。ああ。すごいなこれ。一発ぶん殴ってこれ。近接にはとても辛い。みんなに届けた。届かなかった。おお。あ、まだ、お、あれがない。あ、これダメだな。あー。よいしょ。ダメでした。マジっすか。はい。使うの遅かった。39%。いや、さすがに無理だね。いくらなんでも無理だ。いける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 。じゃあちょっとお先戻ってまーす。あ、クロスレーザーの時これ向き変えちゃえばいいのかもしれない。あ、そうなの。そういうことなの。タンク次第なの。やっぱり私がしょぼいからダメだったの。あれ、これ一回爆発する前に食らっちゃえば。死んじゃった。おい。あの、あれ範囲で破裂するんで、あのぶつかっちゃうとみんなが痛くなっちゃう。あ、みんな食らうんだあれ。ダメか。ぶつかっちゃえば先に爆発、一人で食らっちゃえばいいのかなと思ったら、ダメだ。どうする、一回やってみる。一回やってみていいじゃん。やっさりクリアするでしょ。ビエラだから。何が。ビエラカバーいいから。うん、可愛いね。はいはい。はい。ユッケのビエラさんでもボイッシュだからね。ボイッシュっていうか、どっちかっていうとこう酒飲んだ後の人。おい。声だけじゃん。だってもうあれ聞いた瞬間にこれだって思ったもん。クリアしたいっすな。ちょっとユッケさん、お時間を幅にオーバーしてますけど。頑張って寝ます。寝ますじゃない。
でグリッドキャッチ。カズキさんに時間30分くらいみたいな話をしてたので、ね、全然大変申し訳ございません。申し訳ないです。ちょっとじゃあめっちゃオーバーしてる。じゃあ行きまーす。お願いします。じゃあ私は DPS、私は DPS。何その自分を言い聞かせるみたいな。さっきまでだって目にしてたからね。ここもどうしようもないやん。うん。これは多分この後は来ないはずだから。ここはいいとして。なんかさ、光ってんだよなあれ。光ってますね。いやなんか初めの方親切なのとか言ったの自分を殴りたいですな。言って全然親切じゃないの。裏側が見えないのね。そうなのよ。結構視界悪いんで。悪いっすね。うまく作られてますね。はい。いや罠です。これ罠でしたね。バックモニターとかつけた方がいいですね。バックモニターあそこと？どこだ？あそこ2箇所ってことはこっち向けた。ごめんなさい。ちょっとこのぐらいやっとけばクロスが来ても。いいだ。あ、やべ、食らった。何だっけこれ？ハイテンション？ああみんなが痛いやつだね。クロスレーザーが来ちゃったな。来ましたね。そろそろダブル来るんじゃない。あ、1点食らったよ。えうわー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 ここ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 大丈夫大丈夫。真ん中行くでーす。はーい。見えない。レールキャノンって何？痛いやつ。タンクが痛いやつ。一応さっき学んだのでバフは投げといたけど。あざっす。うん、コンパ私だけじゃないけどね。バフ投げてくれて。こっちに来てるからちょっとこの辺向けとけば。うん、これでクロスレーザーこう来ればあそこ被るから。おお、なるほど。相殺されねえかなあれ。相殺はされないけど。痛いって。痛い。え、なに？ユッケさん？痛い。くらいました。すいません。どうやって顔してたのあなたあれ。え？どうやって顔してたの？さっきから全弾命中してんだけどね。いや、そりゃレーザー来る位置見て。あ、そうっすか。うん。ユッケさん、バフ大丈夫か。マジさ、ここにレーザーっすね。あそこが2個来るんだ。ちょっと変にしとこう。なるほど。そっか、レーザーピーって言ったらもう動かないから、これで動けばいいんだね。おちょっと口ずれてるけど、ナイス。これでちょっといいんじゃない。いいんじゃないかな。いいんじゃない。いいんじゃない。大丈夫？避けれてる？わからん。さすがメインタンクさんっすね。ユッケさん。いや全然メインじゃないですよ僕。あれ？僕のメインは審判配達員ですか。いやリアルな話してない。あなんかこの何この微妙な位置。え、どこ行ったらいいの。えなんかすごい広げちゃったな。広がったね。
かな。これこの位置でいいのかしら。痛い。よし、さあ影分身を来い。リードキャノン。ああバフあんまないや。MP がなかったでござる。ナイスゆきさん、結構ギリな位置にない？いや、大丈夫、大丈夫、みんなが減る。うぅぅぅぅぅぅ。あと1番、あと1番、よし、レトナ、よし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 、やったやったさすがゆけさん。いや、俺は何もしてない。いや、私言っちゃダメだったでしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、今点いっぱい。え、ガーロンとアイアンマックスのマックスではないもん。おう、違うのかな。なんか目つぶってるよ。なんかね、喜んでないね。漆黒のね、ID は全部喜ばない。みんなちゃんと、あ、全部画面消えた。へえ、何が出るかな。平ベルト、いらない。お、わざす、ありがとうございました。ありがとうございました。助かりました。長時間お付き合いありがとうございました。なんか1時間近く経っております。ありがとうございました。私が散々ちょっとマジで起こしてね、朝。あ、はい。目覚ましになったら叩いてね。叩くわ。叩きに来て、かかと落としとかでしてもいいから。今日あったでここ来たってことは、明日また違うとこ行けるってことじゃないですか。いいことじゃないですか。おお、なるほど。もう一個あったような気がするんですよね。あれってここやっぱ終わんないと。いきなりも行けるんじゃないかな、じゃあそしたら明日。